平徳線は、朝鮮民主主義人民共和国平安直轄市、船橋区域にある大道港駅から、平安北道九条群にある、九条青年駅までを結ぶ、鉄道路線である。現在平徳線と呼ばれる路線は、日本統治時代に建設された平安単行線、西新田中央鉄道を原型としている。すなわち、現在の平徳線のうちにあたる。勝子里から、 新成川間は、本来なら、西新田中央鉄道の区間だったが、1944年4月1日、平壌炭鉱線に、編入された。里元球場青年館については、戦後、北朝鮮によって、特発線として、延伸開業が行われた。そして大道港、美林館は移設され、平壌市区間は、約 1.5km 長くなった。 AB 朝鮮総督府官報昭和第五1百四十三号、1944年三月二十九日百年の、鉄道旅行平安ョン昭和十二年、朝鮮総督府官報明治第二百九十七号、1911年か四月二十四日、朝鮮総督府官報大正第1千七百二十号、1918年五月三日、 朝鮮総督府官報大正第2455号。1920年10月16日、朝鮮総督府官報大正第3956号。1925年10月26日、朝鮮総督府官報大正第4224号。1926年9月17日、朝鮮総督府官報昭和第2328号。 1934年10月12日、朝鮮総督府官報昭和第3736号。1939年7月5日、朝鮮総督府官報昭和第3851号。1939年11月20日、朝鮮総督府官報昭和第4415号。1941年10月4日。 朝鮮総督府官報昭和第4699号、1942年9月25日、朝鮮総督府官報昭和第5376号、1945年1月10日、朝鮮総督府官報昭和第5500号、1945年6月6日、平徳戦。ありがとうございます。